府中市の靴メーカースピングルカンパニーの内田隆久社長は今日県庁を訪れ、湯崎知事にスニーカーの売上の一部110万円を寄付しました。スピングルカンパニーは折り鶴を再生した糸をキャンバス生地に使ったスニーカーの製作販売を行っています。今年4月に発売した第2弾は G7 広島サミットを応援する商品に認定され、サミット期間中は国際メディアセンター内に設置された広島情報センターでも展示され、高い関心を集めました。消費者を通じてこう寄与して、そしてこう有効活用していただく、まあ、そういったところで、まあ、本当こう我々も願うばかりということですけども、平和の循環がですね、ここで起きているということで、本当に意義深いことだなと思います。平和に関する活動に使わせていただきたいと考えています。折り鶴の再生繊維を使ったスニーカーは全国のショップやオンラインショップでも販売されています。